昨日、新潟市の中原弥一市長と北陸地方整備局の遠藤公彦局長が懇談しました。まさに新潟の町も大きな変わり目を迎えているところであります。中原市長は去年高架化が終了した新潟駅周辺の再開発事業に触れ、着実な事業推進に向け財政措置などを要望。懇談会では高速バスターミナルを集約するバスタの新潟駅南口への整備などについても意見を交わしたほか、新潟駅周辺を中心とする再開発事業について連携して進めていく方針を確認したということです。